荒尾笠見治は、江戸時代前期の鳥取藩家老。倉吉荒尾家初代。文禄元年、池田家,家老、荒尾重房の次男として、三河国吉田に生まれる。叔父、荒尾高重の養子となる。慶長19年、大阪の陣に、矢部高重に従い出陣する。玄奈3年、家督相続する。寛永9年、岡山藩主であった池田忠夫が死去する。 池田家が、忠だの故障、渡辺健太夫を殺害し逃亡した、河井又五郎をかくまう、旗本たちと対立関係にあったことと、嫡男勝三郎が三歳と幼いために二十万国の元報とされる風文があったが、笠見治が大老を、伊直太から幕閣に工作したことが功を奏して、元報を免れ、三十二万国で稲葉国、法規国に転放されることとなった。 天保後は、後期倉吉良八千国を治療する。漢文元年、平厚森の神栄を、摂津国スマデイラに寄付する。漢文二年、着難の千を治むに家徳を譲り隠居し、藩主三中に隠居量千五百国と合力米五百票を、賜った。漢文九年八月十九日死去、去年七十八。次男の三親は、おじ。 和田三世の養子となり和田家を相続する。三男、秀成は兄前治の養子となり倉吉荒尾家三代となる。四つを、重成は分家した。また、三戸藩家老で徳川三国に殺害された、藤井徳明は弟、久成の四男である。笠見治の子孫は代々倉吉領主、鳥取藩家老として続き、明治維新を迎えた。 明治39年に荒尾かなりが男爵に除されている。ありがとうございます。